はい、こんにちは、ビッグボーイです。では今回はプレイステーション4版のオープンベータ開催中 H1Z1 バトルロワイヤルやってきます。このゲームは現在海外のプレイステーションストアで、配信されてる、オープンベータで、日本の PS ストアからは配信されておりません。というのもこのゲームは例の PUBG のバトルロワイヤルの前身となった作品で、 PUBG より先にこっちが発売してるんだけど、まあなんだろう、いろいろとね、機能の追加面とか後手後手に回っちゃって PUBG にシェアを奪われたみたいなゲームなんだけど、すでに PC 版は発売済みで、で PC 版発売して4版もリリースするとは決めてたんだけど、結構遅れてようやく今ベータが開催されてるというところ。というわけでやっていこう、ソロで。今2000ぐらい遊んだんだけど、すでにボコボコにされてるって状態。ゲーム性はね、ほとんど PUBG と同じ。おい、来た。こういうロビー画面で待機するのも PUBG と似たような感じで、結構ね、結構軽い感じで、ここで100人ぐらい集まったらまた始まると、生き残りの戦いが。あ、10秒前。あ、一気に人増えた。始まるね。おい、来た。まずね、早速 PUBG と違うのは、最初からパラシュートをね、開いて始まるっていうね。でね、他のプレイヤーもね、比較的このマップ内で分散してパラシュート開いた状態で始まるっていう感じ。まずあの辺に降りてみようか。あ、降りてる人いる。降りて、でもちろん手ぶらで始まる。だって今先越されてしまったの結構痛いかもしんない。あとね、エリア縮小がね、気持ち早め。ああ、いたわ、敵。待てよ、これ、向こうの家行った方がいいな。視点を傾けて走るっていうやり方わかんないから、てか、あるのかわかんないけど、敵にガンガン見られてると思うな、今。でね、足音が結構ね、大きいみたい。ゲブキゲット。で、めっちゃ足音するんだけど。ショットガンだね。アップナイブレップレのね、エイムを決めてって、あ、こういう風に広がるのか。早々にいいもんたくさん持ってんね。足音が結構でかいみたいだから警戒しようか。で、運よく車も近くにある。よし、武器は全部で3丁か。で、サイレンが鳴って、これで移動可能エリアが狭まると。ここはもう完全に PUBG と同じ。おや？行ってみよう。で、これ以上カメラが上を向かない。ある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 。この辺かな。よしよしよし、ドンピシャ。でっかくね、これ。 PUBG の物資より全然でかいけど。おっと、あかん、見られたっぽい。ん、あれ
取るか。オッケー。来てない？AR だ。なんかね、チャレンジモード系もあるっぽいね。で、あの車わしのなんだけどさ、取られたな。でね、エリア縮小がね、マジでね、早いっぽいから。でも今は大丈夫か。 PUBG と比べてかなりね、ハイペース、テンポが速い。あ、ショットはしないね。あんまりその遮蔽物とかもないっぽいな。乗り物はあるけど。さて、どうしようかな。なんか遠くから車の音聞こえんな。向こうだ。ああ、バイクだ。こっちには来ない。ちょっと次のエリア確定まで待ってみるか。待って、こっち来てね。で、これまた救援物資の音だ。おい、お、エリア入ってるんだな、それが。これはラッキー臭い。となると向こうから敵が来るね、確実に。来ると思うんだけど。え？え？二人？よし、やった。なんだあの車？なんだあの車？なんだあの車？めっちゃハッスルしてた。今のうちに遺品回収しちゃおうか。とは言ったもののバッグがだいぶ来てるんだよね。あ、でもいいもの持ってるくさいな。オッケー、移動しよう。割とはっきり足音は聞こえるから、双方ね、位置気づいた状態で戦闘っていうことが多いかもしんないな。で、エナジードリンク的なものはないっぽいね。 PUBG はあったけど。あと36人。ちょっと木を生い茂ってる方から行こうかな。結構遠いよ。これ乗り物ないといかんくね？あかんかったかもしれない。いや、走れば間に合う。そっか、このバトルロワイヤル、乗り物ないとダメだな。やばい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 、ガス来てる。痛い痛い。あ、でも1か。あ、2
次のエリア縮小がたった1分だもんな。で、これエリア入ってさ、さらに遠いじゃん、次のエリア。とりあえずエリア入った。はい、走ろう。あの車はね、見る限り乗れそうには見えない。そしてそっか、ファーストエイド1回使ったら体力自動回復みたいのがかかるのか。いいところに来たね。え、消えた？いない。なら絶好のチャンス。何だったんだ今の敵。途中抜けしたのか。乗り物置いてってくれるのはめっちゃありがたい。頑張れ頑張れ頑張れ。ガーッ。待って、これもしや。よっしゃ。あ、でも体力回復系ないな。てかエリア外なのに意外と体力保ってるっていうね。いいのかなこれ。オッケー。うわ、遠いな。めっちゃパトカー止まってるけど。このパトカーとか車とすげえ乗れそうな気がする。あ、乗れる。で、あそこにいる敵。いいや、移動しよう。これはね、乗り物ゲットできないと死だな。オッケー、木を背にして。ただね、あんだけエリア外でも生き残れるとなると、移動しよった。おっとっとっと、あっぶねえ。あそこにいる。ワンヒット。おっ、なんだ今の。バレてないバレてない。おっしゃった。後ろいないね。あと4人、あと3人か。よし、やった。あとあいつだ。こっちエリアだよ。どうする？
あ、車乗るか。こっち気づいてんのかもしんないな。あ、いる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 。ここに来てね、弾が切れてることに気づいた。あー負けた。はあ、待って、これ2位終了だと何もなしでマジで終わるんだ。つうわけでね、結構なんだろう、 PUBG よりきつめな部分が多いね。エリア縮小は早いし、まあ、弾切れの早いのはちょっと弾ばらまきすぎただけかもしんないけど。つうわけで現時点5月23日時点で海外の PS ストアから、ダウンロードして遊べるので、オープンベータ誰でも遊べるのでやってみてください。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。